グレーディ・ディアン・ガナは、コンゴ民主共和国出身、イギリス・ロンドン育ちのイングランド国籍のプロサッカー選手、ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC に所属している。ポジションは MF。メディアによっては、グラディ・ディアン・ガナと表記されることもある。1998年に、コンゴ民主共和国で生まれ、4歳の時に家族と共に、イギリスに渡り、ロンドンのウーリッチで育つ。 2010年にウエストハムユナイテッド FC のユースアカデミーチームに入団。2014年2月に U-15 チームに昇格。U-18 チームを経て、2015年1月に早くもプレミアリーグデビュー。2016年5月14日にプロ契約を締結。2018年までの2年契約を結んだ。2018年9月26日のエフルカップの マクルズフィールドタウン FC 戦でトップチーム初出場でプロ初ゴールを含め2得点を記録。3日後のロンドンスタジアムでのマンチェスターユナイテッド FC 戦でプレミアリーグ初出場。10月27日のレスターシティ FC 戦でリーグ戦初先発。2019年1月19日には2025年までの長期契約を締結した。 2019から20シーズンはローン遺跡でウエストブロムビッチアルビオン FC でのプレーし2017から18シーズン以来のプレミアリーグ復帰に貢献。シーズン終了後の2020年9月5日に WBA への完全遺跡が決まり2025年までの契約を締結した。二千十八年十一月十九日に u 二十のイングランド代表に招集され、 U-20 ドイツ代表戦に出場し、2から0で勝利した。2019から20シーズンをローン遺跡で WBA でプレーし、プレミアリーグ復帰に貢献。2020年9月に完全遺跡が決まり、正式に WBA の一員となったディアンガナだったが、この決定に、フルスノウエストハムユナイテッド FC の選手たちから、異論の声が上がる事態に発展。 キャプテンのマーク・ノーブルをはじめでクラン・ライスやジャック・ウィルシャーらが次々とフロント陣の決定を非難するなど異例の事態に発展した。これに対しウエストハム側はクラブのホームページで彼を手放す決断は本当に心苦しいものだった。しかし我々はチームを成長させるために最善の努力をしたなどと引けしに当たる羽目になった。ありがとうございます。